来週のカーシティのレースに向けて練習してるのかな。まあ今日は本当に暑いから気をつけてね。あらら、ぶつかっちゃった。大丈夫かい？ジェリー、そろそろ。誰かの助けが必要かもね。邪魔して申し訳ないけど、ジェリーが山の中で困ってるんだ。なんとかできないかな。いいぞトム、これで細かい石を全部取り除けるね。待っててねジェリー、トムが完璧にしてくれるから。そうだねトム、たくさんの石鹸が必要かもね。くすぐったいかいジェリー。次は何だい？そうだねトム、ジェリーの泡を流してあげないと。気をつけてねジェリー、目に泡を入れないようにね。ジェリー、だいぶ良くなってきてるけどまだ終わってないぞ。なんとかできないかな。傷が深く残ってるんだ。ワックスを上から塗るって？そしたらこれでなんとかなりそうだね。おうジェリー、どうだい？そうだね、最初にワックスを乾燥させないと。良くなってきたねジェリー、気持ちいいって。待ってジェリー、どこ行くんだい？まあ学ぶことを知らない車もいるってことか。まあ頑張ってねジェリー。やあベン、忙しそうだね。そろそろ洗車しないとね。あらら、本当に洗車に行かないとね。トムのとこに行こう。洗車屋を始めたらしいぞ。やあトム、お客さんが来たぞ。行こう。トム、ベン、準備はいいかい？最初に水をかけて。そしたら石鹸だ。きれいにするぞ。次はなんだい？よし、ブラシだね。水で洗い流してから最後に乾かすぞ。おー、ベン、新品みたいだね。ありがとう、トム。じゃあ家に帰ろうか、ベン。じゃあまたね。やあみんな、今日は綺麗な日だね。クリスマスツリーを探してるのかい？ああ、完璧なクリスマスツリーが欲しいんだね。あれはどうだい？いいね。じゃあ何をするんだい？ああ、いい考えだ。気をつけて。あらら、サム大丈夫？まあ怪我はしてないみたいだね。けどトムのカーウォッシュに行った方がいいかもね。やあトム、そしてベイビートム、綺麗なデコレーションだね。それはというと、雪かきのサムが今から来るよ。ちょっとね、変わったデコレーションがあるんだ。やあ、ちょうどだね。トムが今たった飾り付けを終えたとこだよ。中に入って、サム。始めようか。最初はなんだい、トム？トム、プレゼントの時間はないよ。サムの相手をしないと。ああ、じゃあとりあえず待っておこうか。ウォーターガン、かっこいい。楽しいかい、ベイビートム？よし、トゲはなくなったね。次は樹脂だ。栗か。何をするんだい？ああ、樹脂が熱で溶け落ちるって？いい考えだ。ベイビートム、お父さんは栗を見てなきゃいけないんだ。仕上げをお願いできるかな？次のステップは何だい、ベイビートム？ああ、クリスマス風呂か。いいね。サム、そしたらちゃんと綺麗になってクリスマスの準備をしようか。嬉しいんでしょう。終わったらトムとベイビートムが外で待ってるよ。見てサム、本当に光ってる。そうだねフランク、暗くなっちゃったけどどうやってクリスマスツリーを手に入れるんだい？サム、トムがトムのクリスマスツリーを持ってっていいってよ。そしたら飾り付けもしなくていいし。トムは優しいね。みんなもメリークリスマス。またね。ポリスカーのマットが何か急いでるぞ。何かあったに違いない。わあ、汚れてるな。何があったんだいマット？スピード違反をしてた車を追いかけてたって？ああ、だからトムのとこで洗車したかったのか。じゃあきれいになろうかマット。最初はなんだいトム？ウォータージェットか。ゴミを取り除くためだね。そしたらシミを取らないと。きれいになるしいい匂いがするから泡風呂に入りたいって。よし、じゃあきれいになろうか。ブラシを使うぞマット。よし、じゃあ泡を流そう。そこに立っててマット、今から乾かすぞ。楽しそうだねマット。これで終わりかいトム？もうマットは完璧かな。そうだね、消臭剤を使って残ってる匂いを全部消しちゃおう。新品みたいだぞマット、いい匂いもするね。綺麗になって嬉しそうだね、マット。ありがとうね、トム。待って、どうしたんだい、トム。おっと、バナナの皮だ。気をつけて、マット。まずいぞ、また汚れちゃう。汚れなくてよかったね、マット。綺麗にね。じゃあまたね、トム。いやあ、みんな今日はどうしたんだい？ハロウィンの準備をしてるのかな？わあ、月が今日はとっても大きく見えるな。あ、ベイビーフランシス、かぼちゃに突っ込んでっちゃった。大丈夫だよ、ベイビーフランシス。トムのカーウォッシュに行ったらどうだい？なんとかしてくれるはずだ。いやあ、みんな今日はとっても怖いね。このかぼちゃも作ったのかい？大丈夫だよ、ベイビーフランシス。トムとベイビートムだけだから。ベイビーフランシスがちょっとやらかしちゃったんだ。綺麗にできるかな？ベイビーフランシスが農場にいたんだけど、間違ってカボチャに突っ込んじゃったんだ。まあよくあることだよ。プラットフォームに乗って、ベイビーフランシス。大丈夫だよ、ベイビーフランシス。掘る用のカボチャだから。最初にまずカボチャを切る。ベイビートム、君が右側を切って、トムが左側を切るからね。ベイビートム、そうじゃないよ。よくできたのにな。ちょっと残念だね。わお、もう終わったのかい？おお、またかぼちゃが残ってるんだね。かぼちゃってベタベタするから、最後に石鹸でしっかり洗わなきゃ。泡でかぼちゃの残りもきれいになるぞ。そしたらジェット洗浄だ。キラキラしてるね。ありがとうね、みんな。よくやったぞ。どうしたんだい？みんな。何かあったのかい？お礼にパンプキンパイをくれるって？とても優しいね。ありがとう。じゃあね、みんな。ベイビージェリー、何やってるんだい？インクレディブルのフロソンみたいになろうとしてるって？でも多分無理だよ。早く中に行こう。じゃないと風邪ひくよ。ベイビージェリー、固まっちゃったぞ。動けないみたいだね。トムを呼ばないとね。何してるんだい？ああ、にらめっこか。ベイビージェリーが氷のせいで動けなくなっちゃったんだけど、なんとかできないかな。トムが助けに来たぞ。最初はまず何かな。氷を砕くって？大丈夫だよ、ベイビージェリー。彼らはプロだからね。終わったかい？寒いって？風邪ひく前にあったかくしないとね。何かないかな？シャワーか、いいね。高いかい、ベイビージェリー。他に何かないかな。ああ、お風呂か、いいね。あったかいでしょ、ベイビージェリー。気持ちいいよね。ありがとうね、トム。インクレディブルのウォーターガンか。氷の力はないけど、まあかっこいいね。じゃあまたね。